はい、どうもこんにちは、タケドロックスの近田大好きなスクリチュアルチャンネルアイドと申します。ベストヒットライブやってます、よろしくお願いします。今回なんですけど、ディズニーの声の王子さん、ボイスザードリームっていうアルバムなんですかね。これで参加してる声優さんですね。一応ね、12人ぐらい参加してるのかな。2.5 次元の俳優さんとか、声優さんとかね。で、僕、声優さんとか 2.5 次元も今まで何回か見てる。まあ、その中で見てない人をピックアップして、その中にあるけど3人のね、恋愛運とかを見ていこうかな、なんて思ってるんですけども。まずは、天崎浩平さんですね。その人は1990年の10月22日生まれ。この人のポイントなんですけど、この人は気遣いですね。自分の気持ちは秘めながら気遣いをする人。でね、優しい雰囲気で話しかけやすい、話しかけられやすい人ですね。で、自由人ですね。束縛されるのが実は嫌いっていう人ですね。で、結婚の運気が上がるのは5年後ですね。結婚相手のタイプは積極的で行動的な人とか、あと恋愛になる情熱的な人なんかがいいですね。この人の場合。じゃあ次の方ですね。小沢蓮さんですね。1991年の8月12日生まれですね。ポイントは、この人はね、感性豊かでアーティスト気質ですね。で、リーダーシップがある人ですね。で、頭いいんですね。賢くて判断力があるって感じですね。恋愛運が上がるのは6年後ですね、この人はね。結婚相手のタイプとしていいのは、母性のある人ですね。で、真面目で保守的な人。相手に尽くしてね、サポートとかをしてくれるような、そういうタイプの人がいいですね。で、最後ですね。山谷義孝さんですね。1990年の2月15日生まれ。この人はポイントは、自分の世界がある人ですね。こだわりがありますね。保守的で変化が苦手と。で、結婚したら尽くすっていう人ですね。運気が上がるのが、恋愛運が上がるのが9年後ですね。そのあたりに結婚みたいなことですかね。で、結婚相手のタイプなんですけど、明るくて華やかな人ですね。で、頭が良くて人の心を読んだりする人ですね。いつまでも若々しい、そういう方が合ってます。そんな感じで今回はそのディズニーの声の王子様ですねから、まあ、12人の中の3人をピックアップしたんですけど、まあ、もし、ね、よかったら違う方も見ていこうかなと思っているので、そういう時はコメントください。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。